チャンネルちょっ金曜日で総チェックはいということでね、昨日の動画と今日の動画を合わせて、カー水木3年戦ね、皆さんチェックしていきましょう。まあ、金曜日ね、今日は試合がないというところでね、あと、土日月の3連戦が終わったらえ、前半戦終了、オールスターに行く前にね、まあ、どういう展開になっていくのかっていうところでね、まあ、木曜日も暑い試合がなりましたけども、え、オリックス対ロッテはね、ほっともっと神戸、ね、あの、雨で、 試合が中止というところでね、えー、今日は残りの5試合がね、行われましたけども、まずはね、セリーグ、巨人対広島ね、 6対1で、広島の勝ちというところで、このカード、広島の2勝1敗で、勝ち越しになりましたけれども、まあ、この日はね、え、両選抜、えー、広島選抜、コリね、5回74球、2安打3三振西宮1デットボール1失点、で、巨人先発トゴ、7回1九9球、7安打4三振無四球1失点と、まあ、両投手がね、自分の持ち味を発揮して、素晴らしいピッチングのね、投手戦になりましたけども、まあ、ゲームが動いたのね、4回裏、ね、先頭岡本が2ベース、ね、 大城が送りバント。ま、あここら辺はね、もうはか原監督きっちりしてる。ま、戸郷が投げるというところで、まずは1点取ればね、なんとかなるっていうところで、ま、あバントね。ま、ああの、秋色のバントっていうのもね、この3連戦ありましたけども、一っちバント。ねな田がデッドボール。で、ワンアウト1、三塁になって、吉川がね、えー、犠牲フライ。若干浅めかなと思ったけどね、三塁ランナーね、岡本がホームへヘッドスライディングで先制点っていうところで、まあ、きっちりね、5番大城にバントをさせて1点取るっていうところでは、計算通りとね、先制点になった。で、その中でね、広島は、 戸郷に、ね、抑えられてたんだけども6回ね、ね、えー、もう栗を諦めて大打、田中まあ、田中はセンターフライになるけども上本がねまあ、右方向を意識してるっていうところで若干ね、えー、バット止めた打球だったけどもライトでポテンヒットワンアウト1、一塁から野間が、ね、ファーストファールフライになるけども秋山が、ね、ライト前ヒットツーアウト、一、三塁から4番に入った松山が、ね、思いっきりね。ね 叩いてファーストの頭を越えてねセカンド、吉川取るけども1回転してファーストへというねあれ難しいプレーねでボールがそれてまあちゃんと投げてたアウトだけどもあれはなかなか難しいねでこれが政府ね内野安打になって1対1の同点っていうね,でまあここね延長いくんだけども結局11回、ね広島は5点取って勝つんだけどもまあここのねまあ問題点はまあねこれ日刊スポーツでも評論で書いてるけどもこの両チームね 両チーム、巨人はね、坂本。で、広島はね、西川が抹消。で、菊池がね、ちょっとコンディション不良で、今日代々出てきましたけどね。まあ、いない。チームにとってマイナスっていうところは、選手にとってプラスなんだよね。チームにとって人が抜けるっていうところはかなりマイナスだけども、選手にとったら人が抜けたらチャンスが生まれるっていうところで、この試合だったらね、え巨人は角脇、ね、ショート。 で、広島は、えー、大森初期っていうところがね、この選手のね、主力がいないところでどう頑張るのか。で、ここで頑張ることによって、両チームともね、後半戦、一気にね、首位へ向けて上がっていくための選手層の厚さっていうところでね、何気にね、両チーム、非常に大事なところっていう中でね、えー、この日はね、えー、広島。 初期はね、4打数1アンダー1盗塁っていうところで、まあ反対方向ね、っていうところの意識の中でヒット。まあもうちょっとね、セーフティパフォーマンスあったけどね、もうちょっとセーフティとかやってもよかったかなって思うしね、大森も3打数1アンダーっていうところでね、最低限の結果をましたなっていうね、えー、ところもあるし、まあでもその中でもね、やっぱこのね、ミスが痛かったっていうね、ところではね、この8回裏ね、丸がね、えライト前ヒット。ね。 で、えー、秋広がレフト前ヒットというところでノーアウトにしで,ここで岡本がね今日ね、打ちにってショートゴロ6 4 3ダブルプレーというところでセカンド初期が、ね、初木が。ね ファーストへの後頭っていうところで、ランナーが残ってワンアウト一三塁。で、こっからね、島内が大城をね、セカンドフライ、えー。そして中田フォアボールになるけども、吉川をね、ショートゴールを取って、ピンチを脱出したからよかったけども、あそこのミスっていうのは、発言にとっては非常に痛かった。しかも今はね、コリジョンでランナーが突っ込んでこないっていうところは、非常にダブルプレイもね、自分の体勢で投げれるっていう中でね、あの後頭でダブルプレイ取れなかったっていうのは、まあ、勝ったからよかったけどね、しっかり修正しなきゃいけない。9回もね、えー、先頭角脇ね、 カードはヒットってなかったけども、何としても類出るっていうところでね、ドラッグバントした時にね、えー、ファースト松山を取って、ファーストに投げた時にね、若干やっぱ初期遅れてるよね、ちょっとね。で、まあ、秋山のね、スローがね、ちょっと、あの、ファールゾーン側にね、逸れたっていうところで、まあ、入るの遅かったからね、対応できず、それがエラーになって、ノーアウト二塁。で、ここでノーアウト二塁になったから、まあ、代打ね、ここ若林、まあ、バントされるっていうところでね、えー、敬遠して、ノーアウト一塁。で、ここで、梶谷ね。で、セカンドゴロ、ね。 これでダブルプレイ取れず、かじたりヘッドスライディングっていうね。で、ワンアウト一三塁、代打長野っていうところでね、まあ、ここも、え、満塁策で敬遠にして、で、え、ワンアウト満塁、秋色。ね、ここをね、高めの勝負球でね、矢崎が三振。で、中山をね、ピッチャーゴロっていうね、まあ、ここね、岡本ね、えー、っていうところもうね、これ8回ね、え、ダイソー中山出して、もうここでね、瞳切るっていうところで、丸にもダイソーね、 えー、増田、そして岡本にもダソー中山というところで原監督ね、そこで勝負かけたんだけども、ね、得点しきれなかったというところで、9回にね、その4番、岡本だったところに回ってきて、中山ね、最後、ピッチャーゴロで得点を生かせつっていうね、でその中でね、11回、広島はね、先頭ね、上本、デッドボール、ピッチャー、ビーディこれ、痛かったね、ビーディのデッドボールね。 で野間がねレフト前ヒットでノーアウト一、三塁になったところで秋山がセーフティーバント気味の送りバントここでねサード、中山が出ることを躊躇してね取りに行かないで大援が取りに行ったんだけどももうその時点ではもう内野安打ていうところでこのね中山が取りに行ってファーストアウトだったワンアウト二、三塁敬遠にして満塁策っていうねところだったと思うけどもねいかなかったことにどねこの 9回のね、松山がレフト前ヒット打って、ここダイソーかなと思ったら、ダイソー出さなかったんだよね。このダイソーだから出さなくて、まあ、坂倉が643ダブルプレイになるんだけども、出さなかったことがね、こうして、これは荒井監督の先見の命じゃないのかっていうところでね、これで松山が決めたら、あのダイソーなかったらよかったねっていうところで、ね、え、323、ダブルプレイ、お、はい。 で、ツーワードに三塁、これまだ、もうこれ引き分けかっていうところで、なんと坂倉がね、センター前タイムリーヒット、その後小のヒット、初期フォアボール、で、だね、で、道林が、えー、奏者一奏のタイムリーツーベースっていうところで、一挙五得点、6対1で逃げ切りっていうところでね、まあね、お互いミスちょっとちょこちょこあったけど、ジャイアンツはそのミスをつけなかった。広島はね、最後そのミスをついて、しっかり得点に見せ、見つけたっていうところではね、 え、大きな差にね、結局繋がったかなっていうね。まあ、お互い両チームね、主力が欠ける中で、ここで頑張らなきゃいけないっていうね、ところで、まあ、残りね、えーえー、前半戦、3連戦どうなるのかっていうところと、カープはね、この A クラスをかけた巨人との3連戦勝ち越したっていうのは非常に大きかったと思います。ということで結果は2勝1敗で広島の勝ち越しでした。 続いて、阪神対 d n a というところで、4対0で d n a の勝ちていうところで、阪神がね、3連勝するかっていうところで、最後ね、d n a が一矢報いたという形になるけども、結果はね、2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうところになりましたけども、ね、阪神先発、村上、6回8九球、7で6三四1、九三失点というところで、ちょっと村上がね、勝ちがつかなくなってきてるなって、今、試練だね。これで今ね、村上はね、6勝5敗になってるけど、 それはねトントントーンってね、もう何十段連勝とかもう無理だからね、これは今、抑えても負けるっていうところもあし、ちょっと最近ね、失点が、えー、重さんでるかなっていうところはあるけども、前回もね、広島戦、えー、3失点、負け投手、負け投手ね、でその前、ねえー、0点で勝ち投手、でオリックス戦は自責点1、失点2で負け投手、で楽天戦は4失点、自責点4で負け投手っていうところで、ちょっとここら辺でね、負けが込んできてるけど、ここがね、 踏ん張ところだね進化かこれが1軍の、ね、任される投手ですよ、ここ乗り切れるかどうか、ね、本人にとっても大きなチャレンジになる、まあ、その中でね d n a は5回先頭、外フォアボールで京田がレフト前ヒット、8番、山本が送りバントを決めてワンアウト、2 3塁で石田で勝負っていうところで石田がセンター前2点タイムブリーヒットをッパってこれ、石田が打つって大きかったよね。 で6回にも2アウト1、3塁になって、強打がね、しっかりタイムリーヒットっていうところで1点追加で。で8回にもね、えー、牧がホームランを打って4点っていうところで11アン四4得点。完璧な試合展開で。ピッチャーはね、先発石田っていうところで5回86球3、3アン五三5、二1、2、球無失点っていう中でね、あの、しっかり2点タイムリーも打ってね、しっかりね、5回投げ切って勝ち投手っていうところは素晴らしい試合展開。まあ、阪神としてはね、まあ、初回ね、森下がツーベース。 でね、中野がピッチャーゴロ進塁打打とうとしてたけどピッチャーゴロそれだったらねドラッグバンドとかねもう勝手にしてもよかったと思うよ。 でその後ね、おのでらフォアボールになって、ワンアウト一二になるけども、大山がね、六四三ダブルプレイっていうところで、この初回一点取れなかったのがね、半身取ったら言いたかったね。で、三回裏もね、八番木南がレフト前ヒット。村上送りバンド成功させるけども、森下中野が一本出ずっていうね。だからチャンスは作るんだよね。で、四回にもおのでらがツーベース。ね、ここ大山三振、三球三振。最低でも新塁だ、こういうチーム状況のところは。 で、ミエセスフォアボール。で、ワンアウト一流になるけども、佐藤三振で、坂本ショートフライっていうところで、チャンス作るんだよ。で、5回もね、2点先制されたけども、ツーアウトから森下だったかね、え、宮崎のファンプレーラーっていうところでランナー出るけども、中野が続けず。で、6回ね、え、ピッチャー下から森原に変わって、先頭の野寺はね、え、悩んだで、大山レフト前ヒットっていうところで、ノーアウト一流のビッグチャンスね。そして、ここから、ミエセス、佐藤、坂本、三者連続三振続かないね。もう、 思い切って結果なんだけど、思い切ってミエセスに代打でバンと刺しもよかった。もう本当に。結果なんだけどね。もうそんなこと言っても始まんないけども。えー、7回にもね、先頭、キラミはツーベース。でね、えー、ノーアウト2塁から代打前側、三振。で、森下三振。中野三振。で、こちらも6回、7回、チャンスで三者連続三振。で、8回も先頭の腕はね、ライト前ヒット出るけども、ミエセス三振。あ、じゃあ、大山が三振。 で、ミエセス・佐藤が続いてワンアウト満塁で代打、渡辺センターフライ、木みライトフライで得点できずっていうね、ところでもうビッグチャンスばっかりなのに一本出ないっていうね、フラストレーション溜まるような試合でしたけどもね。まあ、ここでね、もうか、阪神、彼のチャンスいっぱいあったけどね、でも結局は最後勝ちきれない、ランナーセカンドによって三塁に進めれないっていうね、えー、ところが、まあね、この阪神の、この試合のね、えー、まあ一番の、えー、欠点、負けたポイントだったかなと。 まあ結果はね2勝1敗で勝ち越したっていうところはねこの首位攻防戦、阪神はね最低限の戦いだったし、まあ、これ3連勝できてたけどね、まあ、d n a もねそこはしっかりね何とか踏ん張ってねここ一矢報いたていうところではいい試合だったんじゃないでしょうか結果ね2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。 ついて、ヤクルト対中日、ね、えー、2対4で中日の勝ちっていうところで、このゲームね、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、ね、中日先発、大笠原ね、7回1三3球、4安打93し、1死9二失点と、ね、あの、フォアボールも一つしか出さなかったし、どんどん攻めていって二失点でね、えー、防いだっていうところは素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。ヤクルト先発ね、小沢、6回87球、五安打七3し、一死9一デッドボール3失点。まあ、ね、クオリティスタートだし、最低限ね、 あの先発の役割投げ切ったかなっていうところはあるけどもね、ヤクルトはなえ階ね、2回の裏、ねサンタナが先制ホームランで先制、ね、そのあとね、中日は4回、ツーアウト2塁からビシエドがタイムリー、そして村松もタイムリーっていうところで、ツーアウト2塁からね、2者連続でね、タイムリーヒットが出るっていう、最近ね、いいね、ドラゴンズ、いいところでね、欲しいところでポンポンってね、 出るね。で、逆転したけども、ヤクルトはね、4回の村上にね、ホームランっていうところで2対2の同点、村上も上がってきたっていうね。これ、宇宙から打球ね、この打球が出たらね、状態上がってくるんじゃないのかなと俺は思うけどね。その中でも6回表ね、2アウトからうさみがね、ホームランで勝ち越しいね。ホームランが出なかったドラゴンズ、少ないドラゴンズが、このヤクルト3年生めっちゃホームランが出る。神宮だからなの能力だでしょう、能力。ね。 で8回にはだめ欲しいというところで小林がね2アウト、1塁から石川の、ね、レフトへのタイムリーツーベースの中でホームイン、スライディングもナイス激走、グラッれ、ね、4点目、で結果ね4対2でねドラゴンの勝利っていうところになるけどもヤクルトはね4安打ていうところでこのね初回ね 並木のサードゴロ、ね、石川、ハンブルでエラー、ね、で浜田が送ってワンアウト二塁オスナ、村上がえ三振セカンところで1点取れずっていうねここねパ,パンパンと行きたかったねでもまあねその他はもうほぼほぼ、ね、えしっかり攻められないっていうところで、まあ、7回ね、ねサンダーがね悩んだで西浦、三振するけども中村の時にね盗塁してえ宇佐美が悪送球でえワンアウト一、三塁になってここでね長岡、セカンドフライ代打、川端ショートゴロいうところでここでね 追いつきたかったね、最低でもここがね最後のキーポイントというねねまあねドラゴンズはねここしっかりね踏ん張れたっていうところは、えー、7回ね大きかったと思うしこのねミスでねチャンスが拡大したところで1本ね犠牲フライでも打ててたなーっていうところをねキーポイントだったかね。 8回から清水、9回マルチですよというところで完璧なね、リリーフ。ね、小笠原ね、7回ミスでピンチが広かったけども、そこをしっかり抑えたことによって勝ち投手っていうね、投打ガッチしか見合ったドラゴンズね、2勝1敗の勝ち越しだったと思います。続いてパリーグ。ソートバンク対セー2対4でセーの勝ちというところで、セーが3連勝。ソートバンクはなんとドローマン6連敗。しかも次のオリックス、山下、山本来ますよっていうね、 これでどうなるのかっていうところだったけどもまあこの日も、ね、ソフトバンクね先発、大関ね、えー、6回115球7で五5三振2四球一失点で西武先発平、平良7回1 1九四4安で4三振4四球一ゼットボール二失点とね、まあ、どちらもねいいピッチングでねい、えー、ったけども先制はねソフトバンク5回の裏ツーアウトからね中村センター前牧原が悩んだ。でツーアウト1・2位からね近藤、えー、の打席ツーボールになった時点で申告敬ここでね平良ねベンチからベンチ来てください で、トレーナーと豊田さんが行ってね、どうしたどうした,したすいません、今度、進行経営でお願いします、みたいな。でも俺、これいいと思うよ。その、ピッチャーからね、あの、自分の意思で、全部がベンチの意思じゃなくて、自分はね、勝負したいバッターもいれば、ちょっと嫌だなーって言ってね、ここは進行経営の方がいいかなって思う人もいるわけじゃん。そしたら、しっかりね、あの選手側からここ進行経営してくださいっていうね、投げてもあれだからね、そういったところはね、俺は今後こういうことがね、 あの、出てくると思う。他のピッチャーに対してもね。俺はこれですごい良かったと思う。こういうのを、そのね、選手からしてほしいっていう指示を出すっていうところではね。攻撃面でもあった方がいいのここ、スクイズどうですかとかね。バントどうですかとかっていうところもね。あってもいいと思うんだよね。今,今後の時代ではね。だからこれすごい良かったと思う。でもすごい良かったんだけども、それ進行経営して、ツーアウト満塁で、いきなり初球ね、柳田に、あの、センター前タイムリーヒットを打たれるっていうね、えー、ところで。 まあここ初球だからねもうちょっと申告敬遠した後っていうところでね丁寧に入ってもよかったかなと思うけどまあ、ここは仕方ないかなっていうねところでまあ柳田が、ね、しっかり先制ヒットを打って2点ね5回で2対0だからいい流れでいくと思ったらなんと6回からね西武は毎回得点ね、えー、6回表、先頭、ね、牧野が2ベースで2ノーアウト、2塁からねウネンティセンタータイムリーヒットで1点、ねほら、ウネンティーいいでしょ。 で佐々木のトレードに出してあげた方がいい選手っていうのは使わないんだったら出してあげればこの選手、すごいいい選手だから、ね、使うんだったら使った方がいいよだからねあのこんな腕時計出せませんっていう人いるんだけどそんなのは分かってるんだよ、ね、いい選手っていうのはだから取り上げてるっていうところをねもうちょっと理解してほしかったね、まあ、あの少,数少人数で言ってる人いるからね。 で、え、7回表もね、え、先頭金子がね、スリーベース。で、その先三振するけども、ワンアウト三塁から、源田がね、センター同点タイムリーヒットっていうね、金子がいい働きっていうね、えー、ところで同点。で、8回にもね、えー、先頭中村デッドボール、ね、マキロンレフト前ヒット。で、え、ノーアウト一塁からウネンティンが送りバンドを決めて、ワンアウト二三塁から長谷川ね、ショートゴールの間に1点取って勝ち越し、ね。で、9回ね、先頭金子がまたセンター前ヒット。 でその先送りバントを決めて源田が、ね、センターでタイムリーツーベースっていうところで4点っていうねこのもう6、7、8、9とすべて先頭ね出てるんだよねそれを送りバントしたりねこのチャンスで1本というところあと内野ゴロンの間に1点というねそつなく完璧なね、えー、攻撃でマイニング得点、非常に頑張ってソフトバンクはね4安打ていうところでこの5回の、ね、ヒット3本。でね他は 3回の河、ね、瀬のセンター前ヒットっていうねこれ4本だけだから、もうそれ自エンドよ、ね。でも3回もね河瀬のセンター前、回5がリりバンドを決めて中村、フォアボールでワンアウト1、2塁から槙原、近藤が1本出ずというところで、まあ、チャンスも少ないけどねそのチャンスでもなかなかね、えー、1本も出ないで8回裏もねピッチャー平から平に変わって先頭、近藤、フォアボール。で柳田がね デッドボールっていうところでノーアウトにして送りバンドを決めてワンアウト、二塁からねデスパイのショートゴロホールリーイソー周到が本塁タッチアウトツーアウト、一塁から上林がねショートフライというところで一本でつっていうね打線がつながらないソフトバンク打線がつながりまくりのセーブね対照的な試合でしたねでまたソフトバンクがねこ甲斐、積もり武田翔太っていうリリーフが踏ん張り切れないっていうところがまたきついよね。 まあそういったところでは次のオリックスね、連敗脱出なるのかっていうところと、セーブはね、こっからの逆襲ね、獅子の逆襲あるのかっていうね、非常にこの3連生ね、セーブとしては素晴らしい戦いだったと思います。結果ね、セーブの3連勝でした。続いて、日本ハム対楽天というところで、3対2で楽天の勝利っていうね、楽天はこれで8連勝、日本ハムは逆に7連敗っていうね、えところになりましたけどもね、えこの試合、えー 楽天先発騎士ね、5回102球、7アンダ234、1死球、1デッドボール2失点。で、日本アーム先発加藤、7回11球、10アンダ334、1死球2失点というところでね、まあ両同士ね、踏ん張って投げてたけどもね、えー、初回からね、えー、ゲームは動いて、楽天はね、えー、先頭、村林がセンター前。で、ここでね、盗塁成功。で、小深田がね、セカンドゴロ進塁だ。 ワンナウト、三、ね、塁になって小っというところでファーストゴローランナー止まってツーアウト、三塁から浅村が、ね、レフトでタイムリーヒットっていうねね本当にこの、ね、村林、小深田、小号浅村のねこの打線の流れが素晴らしいね誰かが打てなきゃ誰かが返す、ね、その中でね得点をしっかり取っていくっていう中で全員が打てないことはないよみたいな、ね、チャンスで非常にね先生 効果的だでも日本もね、えー、1回裏、ワンアウトからね、真ん中、レフト前、マルチィネスが、ね、レフト前、でワンアウト、一塁から、えー、岸がワイルドピッチ、でも、キャッチャー、ったりバーっと、体で行こうよ、手だけじゃ、反応できないの、遅いよ、ねで手だけで行って止めれないで、ワイルドピッチ、ワンアウト、二、三塁になってね、ね野村のセカンドゴロの間に行ってあげるっていうね、非常に楽天としてはね、もったいないしって で日本はム、ね、は3回裏マルチィネスのね、えー、自身初の2桁10号ホームランというところでね2対1、日本ハムにとったらかなりねあのミスで点取ってねホームランを打って流れ的にはね完璧なのよで、えー、加藤がね2回もねランナーだしらも抑えてで3回をね えー、ワンアウト自由から村橋を、ね、盗塁アウトにしてっていうねでマルチェンスがホームランっていうね流れがめちゃくちゃ完璧なんだよ、でその中で日本はねこの4回裏ね、えー、上川田デッドボール磯端、レフト前ヒットというところで8番、9番で、えー、チャンスを作ってノーアウト1、2塁ここで一番に戻って清宮が、ね、ライトフライ万波、マンナミセカンドフライそしてマルチェンス、ライトフライというところでここで1点でも取ってたらもうね試合の中でんンって行ってたところでね、まあ、騎士が踏ん張ったというところあるけどもねここが、ね、日本は勝てなかった。 でで言ってねねキーポイントかな一つ、ねでえー、楽天はねそのあの3回の盗塁でアウトになったりとか4回もねランナー出るけども得点に結びつけられずで5回もね、えー、山崎、レフト前そして、えー、盗塁も絡め,絡めて小深とフォアボールっていうところでツーアウト一・塁だったけど小号がね、えー、センターフライっていうところで1点取れずいやーこのままの流れかっていうところでね、えー、6回表、ね、ツーアウトからなんと伊藤有希がレフトスタンドで同点ホームラン。 加藤キラー、開幕戦でもね、加藤からホームランエスコンで打ってたけど、加藤キラー、ホームラン。これでね、嫌な流れを全部断ち切ってね、同点っていうところではね、非常に、えー、大きい流れのヒットに、えー、なってね。 で楽天はね、7回表もツーアウトからだけど、村林ね、ライト前、盗塁を決めて、小深田がね、ライト前ヒットっていうね、うわ、これで勝ち越しかっていうところで、村林は三塁回って、ホームへね、スライディングっていうところで、ライト、万波がダイレクトスロー、ノーパンでタッチアウト、万波、グッ素晴らしい、強肩もコントロールも素晴らしかったね、非常にナイスプレーでね、勝ち越しの点を防ぐっていうところでは、日本もね、いいプレー、出るんだけどね。 このね、問題はね、まあこのね、ちょっとしたことのね、ミスっていうかね、この野球のね、こう丁寧さがないところが痛いんだよね。7回裏もね、ワンアウト一塁からね、マルティエスがライ,ライト前ヒットね、ワンアウトから出てるのに、ワンアウト一塁でね、えー、渡辺の牽制に引っかかってアウト。しかも、そんなリードしてなかったよ。反応遅いだけ。それだったらちょっと足から滑るとかしようよ。普通に、普通にトコトコって言って立っちゃうと。って言って、流れ悪くなる。でもね、楽天も。 バタバタしてんのよ。ね、5回裏だったけどもね、ワンアウトから松本がライト前ヒットに出てね、で、ワンアウト一塁から、この松本のね、偽装に炭谷が引っかかるのよ。引っかかって盗塁かみたいな感じでね、左足一歩前出したことによって、スライダーがね、ワンバン来たところをまたブロッキングの姿勢に行けず、手だけで行ってワイルドピッチ。ね、で、ワンアウト二塁になるけども、石井ファーストゴロ、軍司がサードゴロってね、こう、士が踏ん張るから良かったけども、この初回、そして5回とね、この炭谷のブロッキングのね、雑さ。 ばっと。体で行かなきゃ。しかも、ね、松本偽装に引っかかってる場合じゃないよ。スローイング行こうとしてるじゃん。走ってないのに。まんまとね、ファーストランナー松本のね、あの、やりたいこと、を引っかかってほしいことに、で、満載に引っかかるっていうところでは、ばっと。そういったところもうちょっとね、ベテランなんだから、丁寧にやってほしかったね。でも日本もね、楽天もなかなかね、えー、チャンスはあるけども、得点に結びつけれないっていうところでね、えー、真ん中のね、ナイスローもあったけどね。 で、9回の表ね、1アウトから、代打鈴木大地、ライトへツーベース、やっぱりね、昨日のこのブロッキングがね、生きてるっていうね。で、1アウト2塁から山瀬がね、セカンドゴロ、ツーアウト、この間にね、3塁に包んで、村ばへショアーボール、2アウト3塁になってから、小深田がね、センターの勝ち越しタイムリーヒットッ。素晴らしい流れね。 こういったところね、やっぱりね、まあ、チャンスも結構潰したけどね、13アンドで3得点だからね、でも最後の最後のな、ね、粘り強いね、これ小深田のヒットっていうのは大きかったし、でも9回通りはね、ピッチャー松つ勇気が出てきてね、え、上川田ライト前ヒット、で、磯場ばね、えー、バンドしたんだけども、大田がね、キャッチャー前だったから取ってセカンド投げたらね、えー、ワンバン送球、悪送球でまあ、結果的にはフィルダーチ調イになったけども、オールセーフ、バッと。キャッチャー、キャッチャー、楽天。 ねで、ノーアウト一塁になって、興味あるところでね、お、打った瞬間、さよならかと思ったけどね、フェンスギアで落ちてきて大きいライトフライね、セカンドランナー上川田は三塁タッチアップ、ここでまさかの一塁ランナー磯端,端がセカンドへタッチアップして、そして、え、田中和樹ね、ね、セカンドが、え、小深そして、え、ショートの山崎に来て、9、4、6、タッチアウト、バーっ アウトになってツアウト三塁で万波がね空振り三振で試合終了というところでいや嘘でしょっていうねもうちょっと野球勉強しようねあの1点差ねでセカ,ねセカンドランナーが三塁確実にいけるで磯畑足速いんでしょそんなとこで無理していかなくたってワンアウト一三塁になりました盗塁でいいじゃんその前にさバンドのところで大田がセカンド悪送球してんでしょ 下手したら投げてこないって、セカンドに。で、ワンアウト二三塁になってよ。で、万波フォア、ね、あの、敬遠かなんか下手したらして、満塁策で、ワンアウト満塁で勝負みたいな感じにね、3番マルティエスになったかもしんないし、ね、ワンアウト二三塁で、万波っていうところでね、犠牲フライで1点取れたかもわかんないし、そんな無理していかんくても、その後で盗塁したらよかったんちゃうみたいな。 もしくは盗塁なくても万波の一本にかけてもよかったんじゃんまずは同点じゃんあれがね俺2点差だったらまあでも2点差だってもいっちゃダメだよね万波のホームラン一発でさよならっていうのもあるからねアウトになったからダメだじゃなくてもうあんなのいっちゃダメ本当にもったいない正直ねでその後と万波が三振してチャンスものにできずね6連敗になってるわけじゃんもうちょっと考えようねもう盗塁でよかったよ あの後ね、だからそういったところではね、まあ、これをね、もう経験にして勉強していくしかないね。まあ、でも結局楽天はね、8連勝だから、素晴らしい、ね。ここね、どこまでオールスターまーでね。 こう駆け上がっていけるかというところで、ね、昨日の動画でも言ってたけど昨年はね20貯金から、ね、マイナス借金だったけどこれからは、ね、借金から、ね、20貯金ぐらい、ね、ギュイーンいく可能性もあるからね非常に楽天にとってはオールスター前に勢、ね、いつく素晴らしいで今連勝、まあ、今後ねどうなるのかっていうところはねさらに注目結果で、ね、楽天の3連勝でしたさあ続いて次のカード見ていきましょう15日からねオールスターまでの最後の3連戦とというところで d n a 対広島。ね 1> 1位2位、3位対決か、ここで広島がねいい形で3連勝なんかしたら一気に2もしくは1位もねいける可能性あるというところでまあ広島もね今、全員野球だからね、まあ、この d n a、まあ、ロースコアの試合になりそうな気がするけどねここはねだから先発がしっかり頑張ってミスしないでねどこまで戦えるかっていうところがこのゲームのね見どころかなとでヤクルト対巨人っていうねここでね、まあ、巨人の皆さんには言いたくきたいのが。 村上が状態上がってきてるからね、やっぱり村上さん他のオスナっていうところをね、どこまで抑えきれるかっていうところが勝負だと思うし、で何気に一番並木をね、ランナー出すとね、ちょっとややこしくなるっていうところは、そこはね、変はね、えー、ちょっとあのしっかりやっていかなきゃいけない。巨人としてはね、今日の評論でも言ったけどもね、やっぱりそのね、中山とか門脇とかね、そういったところのメンバーがどこまで頑張れるかっていうね、ところはあるし、岡本の一発対村上の一発かなっていうね、で阪神対中日、ね、 阪神の皆さん、中日は、ね、今勢いづいて、石か、とかもめちゃくちゃ良くなってるし、ね、これね、打線が打つようになってきて、繋がるようになってきてるからね、ちょっとね、今までのドラゴンズとはね、一味違うから気をつけた方がいいよ。でね、えー、阪神なかなか打線が繋がらない、いい時もあるし、悪い時もあるけども、なんかチグワーさがあるからね、一気にドラゴンズにね、飲まれるっていう可能性もあるから、まあでもお互いね、先発がどこまで頑張れるかっていうところだと思うね。 続いてソフトバンク対オリックスねオリックスは山下、山本来るからねそれをソフトバンクがどこまでし、ね、のげるのか打線つながりないからねなんか一発っていうところはあるけどもね、まあ、オリックスはね電気のいい形になっているからここら辺がねどうなるのか一気にオリックスがね首位固めっていうところもあるかもしれないしねソフトバンクはここ踏ん張るところだねで西武対日本ハムねここで、ね、負けた方が落ちていくっていうねところではね 西武はね、ソートバンクで3連勝っていうね打点のつながりもできて打っていきたいし日本はまあね、もうちょっとね丁寧な野球したらね、いい形になると思うからね、ちょっと雑だなっていうところが多いかな、そこら辺はね、しっかりやっていった方がいいかな、で、ロッテ対楽天ね、楽天はね、8連勝できてるっていうところで、どういう戦いになるのか、なんかロッテがね、14、15、16っていうね、小島美馬垂れ一っていうところがね、投げるっていうところで、まあ、これ、楽天のね、いい感じできてて、まあ、コブこぶ肩、オホーね。 あのリトンもホームラン打って朝村もいい流れ村林も,もね切り込み隊長いい形足も使ってくるし、ね、今、絶好調どういう戦いを見せるのか注目だし、まあ、ロッテはねオリックス1勝1敗というところでまあね相手がミスしなくな、ね、もばどこまで自分たちの野球を伝えられるか,だからロッテはもうロースコアの戦いで持っていけるかどうかが勝負だね。さあということでねオールスター3連戦どうなるのか皆さんねプロ野球エンジョイしていきましょうということで金曜日、早速これでおしまいです。うん